はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ジョブを全キャラ見せてくださいということですね。ありがとうございます。今日は、ジョブとサポートアビリティ、この2つを全キャラ見せていきたいと思います。では、行きますね。まず、ジョブからですけども、ソローネは踊り子にしております。ソローネの底力、2回攻撃との相性がいいかなっていうことで踊り子ですね。シルティージ使った後に、クジャク、獅子が使えるのでいい感じですね。まあ、ただこれあんまり使ったことはないです。2回攻撃するのであれば、帳を入れてエベルを使うとか、そういう風な動きの方が多いので、まあ、使ったことはほぼないんですけども、まあ、いざとなったらバフもできるよっていう感じで、踊り子ですね。で、踊り子は、行動速度か、あれが、一番上がりますので、ソローネとの相性がいい。ソローネの技、エベルとか、不意打ちは、行動のね、速さによってダメージが変わるので、まあ、踊り子との相性がいいのではないでしょうか。で、続いて、キャスティです。キャスティは発明家にしてます。まあ、大体調合して BP、SP、HP を回復していく役なんだけども、まあ、活性アーカーコイル、これでも回復ができるので、うん、まあ、発明家でいいかなっていう感じでしてます。あとこの属性炸裂瓶もかなり使い勝手いいですよね。うん、まあ、キャスティは、大体バッファープラスヒーラーか、として、動かしてます。発明家ですね。で、続いて、オズバルドですけども、神官です。もともと3属性使えるけども、プラス、光属性も使えるようになってお得ですし、回復もできる。まあ、魔導士にしても良かったんだよね。5属性使えるようになるんで。でも、魔導士は別のやつに使わせたかったので、オズバルドは神官ですね。で、その魔導士ですけども、パルテティオ。に魔導士はつけております。攻撃ではなくって、この拡散。これをね、使うようにしてます。拡散を使った後に、一休み、もしくは緊急回避ですね。全体に配ることができるので、まあ、パルテティオも、ヒーラーバッファーとして使うことができます。そして、次の4人ですね。アグネアです。アグネアは、祈祷師にしてます。アグネアの底力が、祈祷師との相性がいいかなっていうことで入れてますね。単体技を全体化するっていう底力なんですけども、祈祷師のこれ、正常の舞か。味方単体に弱体無効の効果を、つけるってやつなんだけども、全体に弱体化無効。これね、絶対ボスで使えると思うのよ。まあ、実際まだ使ったことはないんだけども、裏ボスでは、多分これ相当使える。いや、むしろこれがないとだいぶ倒すのに時間かかりそうだもんね。なのでアグネアは祈祷師にしてます。まあ、バッファーですね。間違いないんじゃない。で、オーシュットが難しかった。一応剣士にしてます。多分何でもいいんでしょうけども、まあ、オーシュットは剣士で、いろんな装備をつけれるようにして弱点を、攻撃できるようにしてます。まあ、大体モンスターで攻撃するので何でもいいんでしょうけどね。でも一応、剣士をつけてます。で、続いてテメノスですね。テメノスは学者です。オズマルドと同じく学者にして4属性ダメージ与えれるようにしまして、さらに、テメノスの底力、無条件でシールドを、攻撃できるってやつですね。あれと、この属性の乱れの相性がいいんですよね。マックスにして打って8回攻撃が出た時に8回シールドを削れるので、うん、テメノスは学者との相性が一番いいんじゃないかなと思いますね。で、続いて、光です。光はウェポンマスターです。ま、とにかく、うん、近接火力が一番高いので、ウェポンマスターとの相性がいいかなっていうことでしてます。うん。この雷剣将ブランドとか、新十文字斬りも強いんだけども、やっぱ俺ね、これ好きなんだよね。
うん、あの全武器で6回攻撃するってやつ、これがねとにかく好きで使ってます。まあ SP は相当使うんだけども、ダメージも相当なものなので、光とウェポンマスター、これはもう間違いなく固定でいいんじゃないですか。強いですよ。そしてサポートアビリティですね。サポートアビリティがねまだちょっと手探り状態なんですけども、とりあえずソローネはこれです。ダメージ限界突破で、まあ、99,999 出せるようにしてます。まあでも、まだそこまでは出せないとは思うんですけどね。と、先駆け。先駆けはね、もう全員入れてます。後々いるかどうかはわかんないですけども、今のところ先駆けがあると、だいぶ便利なので、うん、入れるようにしてますね。と、努力の結晶ですね。まあ、防御力が上がって、耐久値が上がるので、うん、まあいいかなと思うところです。と、満身の力ですね。HP 最大の時にダメージが増加するっていう。まあ、アタッカーとしては、これ、満身の力はいいんじゃないですか。で、次、キャスティがこれです。いきなり底力マックスですね。キャスティは、底力がかなり強いので、まずこれでマックスにして、全員の BP を回復させるようにしてます。うん。なので、先駆けは絶対必要ですよね。で、努力の結晶。で、防御力を上げて、BP プラス。まあ、この BP プラスがあることによって、最初の底力マックスで全員の BP をマックスにすることができてます。まあ、この4つですね。で、オズバルドがこれです。魔力の代償。まあ、SP 倍になるけども、ダメージがめちゃくちゃ上がるので、これを入れてます。で、満身の力でさらにダメージを上げる。で、先駆けで、いきなり攻撃ができます。努力の結晶で、耐久力を上げます。という感じです。あ、先駆けと努力の結晶は全員に入れてるかもしれない。うん。で、パルテティオが、努力の結晶、先駆けですね。で、底力の上昇量アップ。まあ、とにかくパルテティオは底力強いので、これを入れてますし、いきなり底力マックスで、BP をマックスにすることができるようにしてます。はい。とりあえずまず、この4人はこんな感じです。続いては、アグネアですね。アグネアも同じく努力の結晶と先駆けは入れてます。で、バッファーなので、強化ターン増加と、いきなり底力マックスですね。全体に配れるように最初からなるっていう感じで入れてます。で、オーシュットですね。オーシュットがね、やっぱ難しいんだよね。まあ、努力の結晶と先駆け。これは絶対に入れるようにしてて。で、ブレイクアウトですね。まあ、ブレイクすることが、結構多い方かな。うん、弓で2回攻撃もあるし、サミダレ斬りで3回攻撃もあるので、まあ、ブレイクアウトをしてます。で、まあ、特に入れるものもないし、ということで、消費 SP ダウン、これを一応入れてます。はい、オーシュット難しいな。で、テメノスですね。テメノスも同じく努力の結晶先駆けの、ヒーラーなので、HP 回復量アップと、攻撃力が上がるように、魔力の代償ですね。学者には魔力の代償は間違いないんじゃないですか。で、光ですね。光は努力の結晶先駆け、プラス、ダメージ限界突破と満身の力。この二つとなってます。うん、あ、今気づいた。オズバルドもダメージ限界突破を先駆けを抜いて入れてもいいかもしれないですね。あいつはあの魔法が2回出るので、まあ、2万ダメージが確実に出せるので、まあ、入れてはないんですけども、うん、もしかするとダメージ限界突破の方がいいかもしんないね。はい。まあ、とりあえずこんな感じです。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。全キャラのジョブ、そしてサポートアビリティをお見せしました。こんな感じです。まあ、多分、まだ改良の余地があると思うんですけども、まあ、それもぼちぼちやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。